元羊なんだが何か質問ある？3年ぐらいやってました。ビームとか出るの？出ません。悪魔なの？それともヒデジ？一般ピープルです。誰が一番強かった？主人。何？雇い主が指揮者だと。来ると思った。普通の社長さん。殺技とかあんの？これも来ると思った。強いて言うなら掃除。自転車便のバイトはいくらだった？やったことありません。日本でやってたの？はい。派遣執事ですね。銀食器1秒間に何枚磨ける？100枚くらい。綺麗に洗わないとやり直しなので1枚に結構かけます。早手のごとく見すぎです皆さん。なんでやめたの？他にやりたいことがあったので。でも社長さんとはたまにご飯とか行きます。セバスチャン。違います。羊はイケメンって本当？妄想ですね。雇い主の思考にもよるかもしれませんが、自分はそんなに。どうやったらなれるの？お給料は？今はなり方はいろいろあるようです。学校とかもあるみたいですし、給料はそんな高くないです。他の方は知りませんが、自分は手取り25から30ぐらいでした。モコモコしてる？毛は暖かいの？それは羊ではないでしょうか主人様。手を刈り取られたりする？それは羊ですよ。自分は羊です。借金いくら？ありません。猫の肉球と坊ちゃんが好きですか？肉球は好きです。坊ちゃんは素直なら好きです。メイドさんはいた？お二人いました。料理などは彼女たちが作ってましたね。シェフとかはいませんでしたから。主人が普通の家庭料理が好きなので。塩ビ服？お帰りなさいませ。ご主人様とか言っちゃうの？ふにおい。いいえ、ケフヤです。塩ビ服はさすがにそこまで堅苦しくはなかったです。言いますね。ちょっとふにおいかと。給料や労働条件は？給料は大体手取り25から30ぐらいでした。住み込みではなかったので、8時から主人が仕事終わって家に帰ってきてから、食事を取るまでぐらいでした。7時ぐらいですかね。何か資格とかいりますか？あと、やっぱり一流大学卒業？そんなことはないと思いますが、イギリスの羊養成学校に行くのが一番手っ取り早いかと。手先が器用な方がいい？不器用よりは器用な方がいいですね。洗い物とか雑務も結構多いので、早手が面白すぎて、リアル羊のつまらなさとのギャップがすごいな。お嬢様にエッチごと命じられるの？憧れですよねー。社長のお嬢さんとはたまに話したりしてましたが、そういう関係にはなりませんでした。サラッキー以外の仕事は？社長に雇われてたんだったら、よくある企業スパイとかしたの？掃除や洗濯などですね。あと運転手などもします。仕事関係に首突っ込むと迷惑がかかるので書類持って行ったりはしました。理不尽なことで怒られたりした？話すと愚痴になるのであまり言いたくないのですが多々あります。しかし、英語が喋れないので羊養成学校には留学できんな。言ってみればなんとかなりますよ、多分。結局、一はどういった経緯でなったの？大学卒業、羊？そうなりますね。一応礼儀作法は学びましたが、イギリスの専門学校には行ってません。羊に資格はいらないので雇い主がいれば誰でも羊ですね。どうやってその社長さんと知り合ったかはちょっと伏せさせてもらいます。新聞にアイロンってやるの？雨の日でちょっと濡れてたりしたらやります。思いやりが大事な仕事だと思うので。俺は日本国内で、見たいから結局行かない。エッチな命令されたら従うの？イギリスは治安いいと思いますが、イギリスの専門学校出ればどこでも雇ってくれると思いますよ。日本で羊を取る人は少ないでしょうから海外の方が需要はあると思います。やっぱりそういうのはちょっと、困りますね。あくまでニートですから。言ったらそうですね。探偵とか羊はぶっちゃけニートと同じですよ。資格とかいらないですから。実際それで食っていくためにいろいろ知識はつけないとダメですけど。セバスチャンって呼ばれたりした？友達からよく言われました。主人からは言われたことないですね。〇〇くんでした。羊ってほのが多いイメージがある。それはない。主人にムラムラしちゃったり？社長さんは男だったのでそれはなかったです。もし女性でもそれはないかと。仕事と割り切ってますので。どうすれば、可愛いお嬢様に羊として働かせてもらえるのでしょうか？そのお嬢様が羊を雇いたがっていて、自分の礼儀作法、掃除などの雑務が完璧。なおかつ最終学歴もそこそこならいけるんじゃないかと。銀食器カッコシルバーを使って戦闘して、あくまで羊ですからとか言うの？早手のごとくみたいな戦闘は一切ありません。この羊呼んだことないの？ないですね。羊もので知ってるのは早手のごとくと気味あるぐらいですね。どっちもアニメが映ったので、やっぱり世間の羊の反応が気になったりするんで。羊やってて楽しかったですか？楽しいことも辛いこともありました。主人が昔から大切に飼っていた犬が、社長の仕事中に、死んでしまって、獣医からは寿命だから仕方ないと言われたのですが、主人はお前たちがちゃんと見てないからとかなりお怒りになられて、主人もわかってはいたと思うんですが、誰かに当たりたいと思う時があると思い絶えましたね。自分もすごく辛かったです。そんなが湧いてくるぞ、諸君。リアル羊は漫画みたいにはいきませんよ。幻滅するのがオチなんで大丈夫です。家の中に常に他人がいるって何か肩が凝りそうだ。羊とかメイドとか雇ってる人はその辺気にならないんだろうか。住み込みでない限り夜は自由ですし、プライバシーを考慮して呼ばれない時は、雇い主に使っていいと言われている部屋とかでお茶とかしますね。
食事を食べた後帰るまで若干時間があるので、メイドさんたちとお茶飲んだり、主人も混じったりして案外和気あいあいとしてます。そういうのが嫌な人は取らないでしょうね。今何してるの？今はバイトしながら英会話習ってます。海外でやってみたいなと思って、イギリスの専門学校にも行くかもしれません。お嬢様に、私の足を舐めなさいと言われたらどうする？執事は召使いじゃないので意見しますね。それでも舐めろと言われたら、侮辱と取らせてもらいやめます。お願いされてできる限界電話？家政婦みたいに目撃したことある？自分ができることでそれが必要なことなら何でもやります。犯罪行為とかはできませんが、特にはないですね。遺産とかもらった？争いに巻き込まれた？主人は全然元気なのでなかったですね。それにもしあっても自分には全く関係ないかと。なぎとはやてみたいな関係は理想ですね。思い思われ、でも仕事に支障が出そう。上でちょっと出てたけど仕事中の服装はどんなの？やっぱ塩ビ服しかイメージないんだけど。執事服というのでしょうか。支給されたものなので詳しくはわからないのですが、普通のタキシードっぽいものに、ネクタイと考えてもらえればイメージしやすいかと。ご丁寧にどうも。なんか普通にスーツで会社員より興味あるな。人に喜んでもらう、いい気分になってくれることに楽しみを見出せる人じゃないと、務まらないとは思うが。そうですね。自分は人が喜んだりするのが好きなので、苦になったことはないですかね。自分が笑って、人が笑える、それが一番だと思ってます。当然ずっとそうとはいきません。悲しい時、辛い時もあります。そんな時、共にいて黙って聞いてくれるのが執事だと思います。執事の鏡だね。大変かもしれないけど、何が何でも執事になってください。絶対向いてると思いますよ。俺も人が喜んでくれるの好きなのでちょっと興味あるな執事。でももう後戻りできないので今の仕事大変だけど頑張りますオーズ。ありがとうございます。真の執事になってまた日本に帰ってきます。その気持ちがあれば執事じゃなくても誰かを喜ばせられますよ。仕事頑張ってください。何でもやるけど、内心、じじい早くくたばれとか思ったことは？ないです。悪態だけはつかないようにしてます。自分は雇われてるんじゃなくて使えているという考えなので、表面上はニコニコして心の中はバリ雑言じゃ、ストレス溜まるだけですしね。ロマンスはあった？社長のお嬢さんと買い物行った時はちょっとロマンスでした。おう、その話詳しく語れ。社長のお嬢さんから電話があって、社長の誕生日プレゼント会に行くのに一緒に選んでくれないか？と休みの日にありまして、自分も暇だったんで、自分のボロ車カッコムーブでお嬢さん迎えに行っていろいろ回りました。本当にこんな狭い車でサーセンって感じでしたが、全然気にしてなくて助かりましたね。社長令嬢って金持ちなのを鼻にかけそうなイメージあったのですが、その時に改めました。それでいろいろ買った後に、自分の行きつけのラーメン屋に行ってすごく楽しかったです。ラーメン屋から道路沿いのお城へは行かなかったのか？社長に殴られます。もしお互い好きだとしても、自分で紳士でありたいと思ってるので、順を踏んでいきたいですね。悔しいけど位置がマジでかっこいい。そう言ってもらうと嬉しいです。ありがとうございます。執事ってかっこいいイメージがあると、昔から自分も思っててそう思われたいとずっと思っていました。執事冥利につきます。ネタでもありがとうございます。お嬢様はやっぱり世間とのズレがあった？非常に博識な方でしたよ。ちょっと天然でしたけど。お嬢様は超絶不細工だったのか？それとも別品？超絶は言い過ぎかもしれませんがかなり可愛い方でした。比喩的な意味じゃなく顔や仕草何かも素敵でした。お嬢様とはどれくらい離れてたの？あの頃は自分が23でお嬢様は18歳でした。早手健在いると聞いて。ここで1本目のお話は終了です。元執事長だけど何か質問ある？クビになったけど特定されない範囲で答えるよ。あ、今日誕生日を迎えたので祝ってくれ。誕生日おめ、執事ってどんな仕事？ありがとう。執事というのは一言で言うとお嬢様のペットです。なんでクビに？致命的なミス連発。有能な俺だってミスすることくらいはある。人間だもの。とりあえずスペックを。58歳、いや今日誕生日だから59の独身貴族。唯一の自慢は嗅いでるヒゲ。ヒゲにおいて3じゃない、日本で右に出る者はいないと自負しています。執事って俺にも務まる？ガンダムに執事は務まらん。帰りなさい。特定した。早いわ、せめて2桁行ってからにしてくれ。何かいいことあった？お嬢様のベッド下に忍び込めました。お嬢様について詳しく。13歳のロリッコ。ヒゲ。一番恐ろしかったことは？あるメイドを怒らせてしまったこと。あれはどう見ても写真でした。写真について詳しく。17歳らしいけど多分サバ読んでる。怒らせるとマジヤバい。を覚悟したことがある。趣味は？天気のいい日にオリジナルの花言葉つけて回ること。我ながら素敵な趣味だと思う。お前サンデーにいただろ。サンデー？クラウス？何のことです？結婚してる？どう見ても独身です。本当にありがとうございました。時田オツ。師匠オツ。どの辺で働いてた？東京都だけ言っておく。働いてた別宅の屋敷はマジでかい。でも本宅はシャレにならないくらいでかい。マジヤバい。なんか買ってなかった？ホワイトタイガー猫。俺の言うことしか聞かないやつだった。ほう、誰の言うことしか聞かなかったって？金貸して。
だが断る。今までつけられた中で最悪のあだ名をどうぞ。読者からは変態執事と呼ばれます。それは間違ったイメージです。俺はロリコンでも変態でもない。二度と間違えるな。強い。こう見えても腕っぷしには自信がある。もっとも寄ると死なみには勝てそうにないけど、最近の執事は超必殺技を使いたがって困る。超必殺技って何よ。一流の執事は超必殺技の一つや二つ持ってるものです。狩猟によっては中学生でも超人的な技術を身につけれる。ぶっちゃけ読者に忘れられてね。そんな気がする。関西弁お嬢様よりマシだと信じたい。おい執事長、そこの君だ。君のことだ元執事長。君は今何を言った。今言ったよな。関西弁お嬢様に出番がないって言ったよな。昨夜に今言ったよな。そういうことを言ってるんじゃないぞ。その出番の話だ元執事長。出番が少ないなどと軽々しく言えるのは自分が出番があるものだけだ。そんなに君は出ていたのか。君は7巻で出番があると思っているのか。なんというかすいませんでした。デスノの局長と被ってる件について、俺の方がナイスガイだと思うよ。ほら、一応必殺技持ってるわけだし。ほら、俺の趣味車とかバイクだし。ほら、俺ドリフトできるし。イナーシャルドリフトってやつ、あれできるよ。ほんとそういうのを考慮してもやっぱり俺の方がナイスガイだと思うよ。どうやったら一流の執事になれますか。まずは形から入るべき。とりあえず俺を見習いなさい。カオープ、最近キラとかいるじゃん。自分で言うのもなんだけど、美形の俺にキラが嫉妬したらまずい。最近の若い執事に一言。先輩に必殺技で戦おうなど10年早いんじゃないかな。 FF12 の続きやりたいからこの辺で。誕生日祝ってくれた人ありがとう。クラウスさん許しませんよ。というわけでクラウスの誕生日でした。ここで全てのお話は終了です。執事は真摯に主人に仕える、とても気の使うお仕事ですね。